流しの男の話。せっかく泊まったからちょっと聞いてって、私の話。私こう見えて福島でスナックのままやってるんだけど、たまに店に流しの人が来るのね。流しって知ってる？なんか昭和の時代の人なら知ってると思うんだけど、ギター片手に歌わせてくださいみたいなことを言ってスナック回ってる人。半年前ぐらいに流しの人が来たのよ。その流しの人は見たことない人で、なんか中年のおじさんみたいな感じだったの。30代半ばぐらいかな。普通流しの人ってギター持ってるんだけど、まあ何も持ってなかったのね。で、歌わせてくださいっつって来たわけ。でさ、ギターかなんかで歌うんですか、弾き語りですか、なんつって聞いたら、いやギターじゃないんですよっつって太鼓を持ち出してきたのよ。え、打楽器？私もさ、長年ママやってっけどさ、打楽器の流しなんて聞いたことねえから。風強えな、角飛んでかねえべな、角。これエフェクトじゃないから。まあとりあえず、まあ穏便にこだわるわな。いや、ギターだからいいとか打楽器だからダメっていうわけではないんだけど、まあちょっとお客さんも結構入ってたし、いやちょっとカラオケもあるしいいですっつって穏便に帰ってもらったのよ。その日営業が終わって、さーて帰ろうと思ってエレベーターで下に降りたら、エレベーターの入り口のとこにうちの看板置いてあるんだけど、その看板壊されてた。もう誰だか知んないけど、やめてもらっていい？看板壊すの困っちゃうから。じゃあ次回の小話もお楽しみにね。再投稿よろしく、いいねもよろしく、フォローもよろしく。ピュッピュッ。